なんか堂々と出してるけど何なのこの私の中では入ってるんですけど毎回、うん、皮とかのしっかりしたやつとかだとね、うんはいはい、これだとほら、まあ、どんな形にもあなたの思うがままに入ってくれる、うんはい、でその後こういうちょっと形がかさ、うん、あその前に芋、うん、先に芋芋まさかの今日はなんかバッグの中身を見せるっていうんですけどちょっとね、はい、怯えてますけど怯えてますけどねこの部屋の縮小版になりますけれども東原太鼓のバッグの中身でございます、はい、はい小さな部屋ですこれ小さなお部屋小さな部屋に小さなゴミ屋敷今日は小さなゴミ屋敷を持ってね、はい、満を持して満を持して今日はちょっと朝から撮影でそういう言い訳とか関係ない毎日だからいろいろとそうそうちょっと慌てて持ってきてるいやいやインスタとかであの十分化石栽培については、はい、みんな知ってるかなそう、どうかな私はそうなのとにかくカバンがでっかいのが嫌で、うん、荷物が2つになるのも嫌なの、まあ、忘れちゃうからねそうなのとにかく1個のバッグに詰めるっていうことが私の中ですごい重要なのそのくせに大きいバッグ嫌いだしね大きいバッグ嫌いなのなんかバランス的にちっちゃいバッグのが好きなの、うん、なんか、うん、そうなんか堂々と出してるけど何なのこの私の中では入ってるんですけど毎回これは私 A4 バッグと呼んでるのでちょっと A4 の認識改めようか私のちょっと基準で言うと、うん、ちょっと A4 に謝ろうか、でも多分みんなこっから出してきたらそんなに入ってるんだってびっくりすると思いますまあそんなに自信持って言うんだったら出しなさいよまあ帽子はちょっと今花粉症がひどいちょっと花粉症グッズは結構割とリアルなものを今入れてるので、まあ、全部リアルだよね綺麗なものとかないでしょ1個もない、うん、そう帽子どこのだっけなロック&コーですね、うん、バッグはライフスタイリストっていうスタイリストの太田さんがやってるバッグブランドです、うんうん、革の感じがスルッとしてて、うんうん、ヌメッとしてて可愛いバニッキー、まあ、可愛いかどうかもう分かんないけど形がね、うんうん、でもこれしっかりしてる方が横から見たこれですからね今でもねこれ荷物をちゃんと積載した時に、うん、柔らかいと支えてもらえないわけなるほどねでこう変幻自在にこう、うん、ほらどういう理由でその革を選んでるの積載に関する化石材に耐えうる強度を求めてるのね強度求めてるのなるほど分かりましたでこのほらファスナーも荷物によって、うん、ほらよくあるじゃんここファスナー開けて、うん、バッグ広げるみたいなそういう役目じゃないと思いますけどねそんな任命されてないのにやらされてるからねこれになってるわけこれがちょうどね少なかったら閉まるしみたいななるほどね、はい、そんな人生だと思ってなかったと思う、ね、このバッグもでも結構自分のポテンシャルに驚いてる彼自身こんなに入るんだってじゃあ次ね手帳ねクラシックにね、はい、電話しながらメモしたいからアナログ派なんですよまあでもずっとこのサイズのクオバディスを使っております、うん、やばいですかおなじみのシースーのシースーですけど、うん、おなじみのシースーねやばいですか寿司屋が常連に配ってるそうだよね、はい、私それあの重すぎて使えなくて買えちゃったんだけど重いのでもここもこうやって刺さるから大丈夫あのそれもさこのギザギザを利用して噛んでいくっていう理由でしょこれそうそうそういい感じに引っかかっていくからきたなー人好きで見せた後にこの撮影のために新しい財布を買おうと思ったんだけど、うん、間に合わなかったまあでしょうね、うん、あとね財布もねわかる、うん、ねえねえほら威張ることじゃないだからファスナーが意外とさ三つ折りちっちゃきゃちっちゃきでいいってもんじゃなくて三つ折り財布だとさこうやっぱ閉まってないと入らないわけ、うんうんうん、でもこの形だとほら一緒一緒、うん、こんぐらいのことでいけるので、うん、開けっぱなしに耐えうるっていう理由でしょこれは開けっぱなし、うん、これの化石債も、うん、あの耐えうる財布で、うん、とかずっと気に入りすぎてクローゼットの扉チェストキッチン何もかも閉めれないからね、はい、最後までブーツも閉まってないからバスナー朝から当然のように当然閉めれないからね当然閉める気ないからあ僕は白くて可愛いお財布そうでしたねなんかギザギザも気に入ってますよ、うん、このちょっと、ね、噛みやすいからでしょまたそうそうそう常にね全部これを障害物として捉えてるでしょ、うん、そうそうそうこれだけ私新しくしてきました、はい、メイクポーチそれなんかさもう泥のように汚れてたあのポーチのもしかしてもうなんか人前に出すのも恥ずかしいぐらい汚かったからこうやってこそこそ使ってたんだけど、うんうん、泥のように汚れてさすがにエディター生命に関わるなあの袋はと思ってあ何がいいかってやっぱり仰々しいメイクポーチだと変幻自在になってくんないわけ、うん、あの革とかのしっかりしたやつとかだとね、うんはいはい、これだとほらもうどんな形にもあなたの思うがままに入ってくれるから、うんうんはいはい、じゃあせめて綺麗なの使おうそうこれはもう基本コスメポーチなんですけどこんな感じですね蓋閉めようかちゃんと、ね、ファンデの上から塗れるバーム、うん、おへいいねうんそうそうそう、うん、ちょっとね初めて有益な情報を得た気持ち
今のここ10分ぐらいの間でこれはリップです。セルボーク、セルボーク、まあ、マスカラでもなんかこれおすすめされたんですよ。これはもう一生使ってるシャネルのアイライナー、眉毛描き、うん、これはなんかあのマリコ様に教えてもらった、あの美魔女ね、美魔女のね、マリコ様に教えてもらったクッションファンデ、どこのなんだろう、アルーチェルーチェプラス、違うかもしれない、見た目がほら私の中では、ね、どうしたのって、の中で一番エレガント、うんうん、どうしたの、バラの花とかついちゃって、うん、なんかでこれは今日かなちゃんにもらったお土産美味しいツナをいただきました。おツナ、あとね食品が2点ねえ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 、おにぎりと焼き芋この間もさ私の部屋にコーディネートチェックに来て洋服見にね、したらこのねなんか焼き芋食べながらコーディネートチェックしてて、でこの袋を私のバッグとかいろいろ置いてある棚の上に置いていくんですよ。おーちょっとちょっとって言ってはいよ焼き芋の食べかすね、うちのアシスタントがもうさってやってたじゃあなんでかっていうと、うん、これがもう賞味期限切れそう、知らん、切れてそんな事情知らん、だからってコーディネートチェック食べなきゃいけないから、ね、これ並べる気持ちにもなってよ私何させられてる？でこれはまあ、うん、あのさっきおにぎりを、あ、まあ、朝のね、はい、撮影でいただいてきたやつ、握り直さなくていいから握り直してこれなんかすごいドラッグストアのおじさんに激推しされて、うん、花粉ガードみたいな、というわけで、はい、花粉グッズは必ず入っております、はいはい、じゃあこちらね、あとまあエコバッグはもうほんと最軽量のエコバッグ、うん、やっぱカバンがちっちゃいからどうしたって荷物が2つになってしまうこともある、うん、まあ1個置いてくるだろうけどね、そう置いてくる前提で袋も一応持ち歩いてる、心の支え、なんかこれ綺麗だな、そんなに意外と使う機会がない、そうだ、ね、入れないんだろうねどうせ、うん、だって置いてくる限定だからさそんなに安々と使えないじゃん、そう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 、決心の覚悟だよ、そうお菓子とかもらって帰る時とかね、これに入れて帰るけど、ううこ、ね、これサウナ用の時計、ね、もうつけててもいいんだけど私はサウナに突然行きたくなったりするので心拍数測れて暑くても大丈夫の時計、うん、というような中身になっています、うん、で一回見せた後に、うん、この後の積載術について皆さんに教えたい、偉そうに言うけど多分役に立つ人いないよ、ね、いかに小さいバッグに収めていくか、だってこれだけのものが入ってるって結構すごくないですか、まあ、確かに、だって焼き芋も入ってるんだよ、確かに大きさで言ったらすでにこれぐらいしかないのね、絶対入ってないじゃん、確かに確かに、うん、まずね、うん、こういう薄くて何でもない、もうそこになってしまえば、聞いた方がいいんだよね、この話で、ここにも貼り付けるの、で、その後こういうちょっと形が重、うん、あ、その前に芋、芋先に芋、芋まさかの芋、食べ物は、何かちょっと1日の中で多分さ、途中で私メイクをしたりするからメイクポーチの方が先に使うわけ、芋が後、暮らしのシミュレーションしてるんだ、先にそうそう効率主義だから ね、 ね、芋はなかなか登場しない、そうだね、午後の部だからこう奥に芋もう立てます、特殊な教えだな高さがぴったりなの、ピヨライダーでいいから皆さんスタートしてほしい、何の話されてるので次はここの隙間に、まあ、このこまごまとしたものをこうやって隙間に入れるんだけど、うん、その前にね、ここにね一番のポイントです、ここに硬い手帳を刺すの、ここに刺すことによってほら支えになる、ここであのポイント、雪崩を防ぐという意味ですか、ほらこれでまたグッと積載量が上がりますから納得感出てきちゃってる、手帳手前ね、うん、そうでほらすぐメモするにさってもうシャッて出せるじゃん、ここからでここにいただいたものとかもまあ別に入る問題なく、うん、やっぱこれのおかげで知らんけど財布も入っちゃって、うん、はあはあ、すぐ出せ て、 て、うん、でもおにぎりもこの隙間に入るでしょ、食べれちゃって入っちゃうじゃん、うん、そしたらほらもうさ携帯まで入るよ、帽子は帽子はかぶってるから、あ、そうかそうかそうかまあでもこれも入るよ、帽子だって、ねじ込むっていうのもね、何の問題もなく帽子だって入ってくる、うん、ほら、うんそのツッコミ厳しいな、厳しい、結構厳しい、厳しいな、厳しい、というわけ で皆さんに有益な情報をお伝えできたかなと、バッグの中身って人気企画じゃん、うんうん、それのこれで大丈夫だったかな、大丈夫だったかな、ね、こんなにたくさん入ってるよっていうのをお伝えできて、ね、ました満足です、わかりました、チャンネル登録お願いします、お願いします